学校から帰ってきました。元気してた？元気、元気だよ。テストお疲れ様、ありがとう。頑張りました頑張りました。ハートありがとう、ありがとう。てっちゃんさん、テスト難しかったよ。今日テスト返されました。今日テスト返されました。本音は言いたくないです言いたくない。結構やばい、ちょっと言うけどちょっとやばいって感じ。漢字が本当に読めなくて、もうやばいってなった。普通にちゃんと帰ってきましたよ。デンナさんがモノマネの、モノマネの件本人にとつたって言ってたよ。とつられました。平均点あった科目ある？ない。ない。あったっていうか取った、平均点取ってるのはないね。バカにしてる？バカにしてない。デイタ君ヤホー、待ってたよ。テスト帰ってきたよ。にじさんかわいい、ありがとう。テスト帰ってきた、わーい。ちょっと皆さんにご報告がありまして、ちょっとニキビちゃんが潰しちゃいました。間違えてニキビちゃん潰しちゃった。間違えた、本当に手が滑って、ちょっと潰しちゃった。でここは直してる途中でって感じ。赤点はなかったし、ほんまにし、マジでし、だから本当にやめて。赤点とかそういう話取るわけないじゃん、ミーが。こんな私が取るわけない。びっくりしたびっくりした。ニキビパッチとか貼ってる？貼ってない。皮膚科の薬を塗ってます、みーは。で直してる途中だったんですけども、なんか今すぐにでもなんか割れちゃいそうだよねっていうニキビちゃんだったので、なんかもう潰しちゃいました、勢いで。間違えました、それ本当に後悔。どの教科から点数発表するのかな。点数をさ発表する前提なのやめて前提やめて。手応えのあった教科はある？まだマシなのはね、手応えっていうかマシなのはあるよ。美術だけ教えてよ。何も問題なさそうだし、やめな、やめな。美術じゃあ言っちゃう？美術ならいいよ、副教科だし。じゃあやめて、やめて。いいですか、ニキビじゃない。ねコメント欄見ながら話したらニキビしか出てこない単語が。いいですか、美術の点数言っても。美術の点数言っちゃってもいいですか。ぬいの好きな四文字熟語って読むのかで、うん、四文字熟語、春夏秋冬それしか知らない。じゃあ美術の点数だけ言いますね。他の点数は言いませんよ。副教科だけ、副教科の美術だけちょっと言いたいと思う。いいですか。グッドスプーン楽しかった。うん、楽しかった。サインも書かせていただいたのでぜひ見てください言うね。美術の点数、美術の点数は
ドゥルルルルル、あ待って久しぶりにこれあるよ。ドゥルルルルルルルン、うるさいのでやめます。ドゥルルルルルン、ダン、え、なんてんだっけ、あ6点でした。いや何が副教科はいけるって言ったの、誰、ありがとう、あきちゃさん。待って、何点中？確か100点？50点かもしれない、もしかしたら。もしかしたら50点満点中かもしれない。もしかしたら100点満点中かもしれない。10点満点じゃなかったっけ？違います。違います、違います。ちゃんと問題結構ありました。あ、多分50点満点中です。あきちゃさん、なんかスプーンみたいな風船、風船かな、ありがとうございます。多分ですが50点満点中か、強くいきます、ありがとうございます。やっぱりね すいません、逆に何正解したんよ、それな自分でも分かんない。なんかみんなにテストを見せてあげたい、逆に。西さんファイトありがとうファイトありがとう、なんかテスト見せてあげたい本当に。まあ五教科のやつは本当にやばい、あの笑えない、本当に笑えない、笑えないよマジで。今回の五教科本当に笑えない、ほぼ記号が合ってたの、美術は。あ、じゃあさ、ちょっとさ英語だけ言っていい、点数は言わないけど、あの回答欄だけ言ってもいい、 ありがとうキャンディーみたいな、ワンタンメンさんありがとう。でちょっとあの5教科で100点ある、ここだけの話ね、ありません。じゃあちょっと英語の回答欄を言わせてほしい。なんだっけ、問題がなんか待って、なんだっけ、問題が、あ、私は明日何時に起きたらいいんですかっていう尋ねるのをなんか英文で答えなさいみたいなのがあったので、受けるって思いながらちょっと答えたんだけど、何時でもよくないって思う自分がいたんだけど、なんだろう、ミーはこう答えました、What I'm morning watch はてな、書きました、そうやって書きました。あ、サラちゃんだ、やっほー、これは朝の時計ですか、違うよ、だからモーニングは朝じゃん、ウォッチは時計じゃん、だから私は朝何時に起きればいいんですかっていう、なんかもう略してって感じ。ツッコミどころが多すぎて何をツッコめばいいかわからない、やめてそうだよ、もうみーちゃんワールドだからもう。モーニングウォッチ、うん、そうだよ、モーニングウォッチ、あ、モーニングウォッチ全然英語合ってなかったわ、モーニングウォッチとか書いときながら全然合ってなかった、気まずい。この前
グッドスプーンに行ってみーちゃんのアクスタとコースターゲットしたよ。ありがとう。みーも自分の当てたかった。ライブの時せなちゃんがうさくしてごめん、引かないので、うん、引かない。むしろ嬉しかったし、なんかめっちゃ可愛かった。み一時期ね、ああいう女の子に憧れてた。みもあんだけトにしたい、可愛い、めっちゃ可愛かったです。テストでも大喜利してるのしてません。ウォッチは時計が出たから、時計時間じゃん。だからタイムとウォッチを間違えちゃった。みーはタイムって書けばよかったね。英語略すの正しい、うん、略すよ。みーは空と見てるのみーちゃんですか。みーだよ、ありがとう。この前のライブありがとうございました。あなたはどれぐらい友達がいますか。やめてその質問、八戸さん。英語でそんな質問しないで。友達はどれくらいいますか。そんなにいません。遠回しに英語でディスるのやめてもらってもいいですか。綴りは合ってたの。綴りって何。綴りって何。みっちゃんかわいいな、ありがとう。せなちゃんもそらちゃんもみんなみんなかわいかった。大好き。ちょっと前髪あるの、ありにしずるするね。ちょっと大丈夫そうかな。前髪何があった。今日はこれで学校行ったんですよ。こんな肩ついてるのは今ピンで止めてたからだよ。やめてね。あ、野球のベースボール。え、これ何、野球のボール。ありがとうございます。ウォッチはきちんとかけど、かけてなかった。 WOCH って書いてた。ウケどくない、おもろくない。ちょっとストレートチャンネル。運動はできるの。できないですね。こんな私ができるとでも。そうそう、そうやってウォッチって書いてた。めっちゃおもろくない、なんか R 抜けてないみたいな。本当にやめて、バカにしてないそれ。今体育はね、あの跳び箱をしてるんですよ。でも跳び箱を私できないんですよね。なんか跳び箱の上でなんか前転するみたいなのを今やってるんですけども、ちょっと無理があるよねみたいな。さすがにね、こんな中二になってそんなできないよって思いました。待って、飛び箱飛んでんの可愛いんだけど。だから飛び箱飛んでない。前髪ちょっとイラついてきたから、やっぱ止めるね。ちょっとやっぱイラついてきた。ちょっとイライラしてる自分今。みーちゃん何ができるの。うーん、話すことならできるよ。あとは絵を描くこともできる。普通に全然もできないのやめな、それ覚えてんの。みーね、飛び箱飛べないんです。できない種目はやりません。やりましょう。やめて。そんなみーやばい、くしゃみ出そう。あ、出なかった、よかった。みーのくしゃみはもうみんなに聞かせたらダメだから。本当に
メンバーにも毎回謝らないといけないから、ね、あー危なかった。はじめまして、まちひろさん、はじめまして。今日は奈良県の天気はどんな感じ？奈良は暗いです。今みー実は陽キャかな。違うよ、ほんま。今日も顔可愛くて好きで、ありがとう。グッドスプーン惜しかったね。勉強も運動もできなくても可愛かったら OK。 うん、ありがとう。本当に時差を使える、やめて。 GSGK 見た人は分かると思うんですけど、結構時差やばかったね、あれ。結構ミーも笑っちゃった、ちょっと。もうミーの世界に入ってたから脳が今。そう、その時はCD の生写真ミーちゃん出てんけど、これはもう海やな。本当に CD の生写真ミー出るのとか確率めちゃくちゃ低いよ。すごい、ありがとう。運命だね。周年の1日目のしがみついた写真の時に目の前に来て可愛くて気になってます。ありがとうございます。しがみついた写真めちゃつくちゃ楽しかった、ありがとうございます。ウッドスプーン悔しすぎるね、マジで悔しい、本当に悔しいね。賢そうなお顔してるのに賢そうなお顔そんなにしてるかな。めっちゃ頭悪いけどね、気まずいぐらいにね、気まずいぐらいに頭悪すぎる。本当に三教科で、あ違う待って、今日三教科返されたんですテスト。三教科返されたんですテストね。ちょっと聞いてほしい、みんな。本当に笑えないから、普通に笑えないからちょっと聞いてほしいんですけども、あのですね、私テスト3教科返してたんですけども返されたんですけども、まあ今日返された教科が国語、英語、理科返されたんですね。でね、3教科ね、3教科の合計点数が言っちゃうこれ、本当に笑えないから、この気持ちをみんなに共有したい気持ち。3教科の合計点数がやばすぎるというお話をちょっと共有したい。ちょっとバカすぎてもう嫌になってきて、自分自身聞くの怖いよ、やめて。国語いきますね。まず国語がママに見せた、まだ見せてません、それが。そうだ、見せてないわ、なんでそんなこと言うの。見せてない、見せてない、どうしよう、なんて言って渡す。ママちゃむ、そんなに、そんな、こんな見せないよ。多分ね、ママちゃむから聞かれると思うの。テスト返されたんじゃないの？うん、返されたよ。何点やったん？ちょぼちょぼてんてん、ちょぼちょぼてんてんって感じ。まあ3教科、あ10点は言ってましたよ、3教科ちゃんと。
美術込みで三教科、うん、英語国語理科で三教科。国語は何点ですか、知りたいですか、国語は何点か。カタヤンさん、コウモリ、赤いコウモリ、ありがとうございます。知りたい、マジで死ぬのが怖い、笑えないと思う、やめてください。そこはちゃんと笑って、笑って。国 A D のうち一番点数高いのは英語、英語が一番高かった。三教科その中でオウムの法則知ってる、何それ、オウムって何、22点かと、22点もないよ。勉強ができる先輩とかと勉強会しよう、ちょっと向いてないかもな、うん、ちょっと向いてないかな。そうだよ、ウォッチもかけないのにね、なんとね、英語が一番高いんです。やばくない、やばくない、やばくない。いやでもね、やっぱり勉強もこういうのも両立させないとね。だから点数は言わない、ただちょっと聞いてほしい。話の話題変える？ほら、みーは100点しか取ったことないからね。うん、100点しか取ったことないから、みーは。話の話題変えます。私この前、昨日にAmazon プライムでアイドル失格を見たんです。バーン。でそれで最終まで見ました。すっごい感動しました。なんかもうすごい、イカナさんはかわいすぎるし、なんか急に渚さん出てきたのもびっくりしたし、なんか若菜さんがなんかカメラマンみたいなやってたのもちょっと面白かったし、ちょっとそれね、なんかもうみんな演技うますぎるしみたいな、もう感動感動、本当に感動した。ね、感動しましたよ今回。死なないでねってね。言わないでね、みんな。握手会来週ぐらいにあるけど、死なないでねってやめてね。来週の握手会そんなこと言わないでね。生きてねとか、生きるよってなるし、毎年失格ごっこできるんでね。うん、しないよ。アイドル失格の小説は全部読んだの？ううん、まだ読んでない、まだ読んでない。何点だったって聞く。うん、得点は人には教えちゃう。個人だったら、個人こう個別だったら教えるよ。個別だったら教える、こう1対1だったら教えるよ、ちゃんと。そこでうーんとかならないから絶対。ああいいよ、何点だったよ。えいたくん、ハートありがとう。
何歳ですか？13歳です。でも変な空気になっちゃうし、ならないようにミーがサポートしてあげる。任せてミーに。まあ女お話し会でもミーはそこまでアーギャーンって感じじゃなかったんだけど、大丈夫、自分赤点しか取ったことないから。そうだね、じゃあ話せるね、楽しく、楽しみにしてるね。その日までに可愛くしようミー。こんな前髪ピンで止めて配信という場合じゃねえよ。そういや初めてのオンラインどうだった？なんだろう、緊張した。とにかく緊張したし、なんかこれ言っていい？一発目に出てきたのがレイタくんで嬉しかった。緊張したけどね。長谷翔さん、自分の顔覚えてる？長谷翔さんの顔覚えてるよ。めちゃくちゃ覚えてます。めちゃくちゃ覚えてますよ。覚えてるよ。オンラインは名前出るか分かりやすいよね。うん、分かりやすい、分かりやすかった。めっちゃ覚えてるよ長谷翔さん。任せて、本当に任せて。面白いところから配信してる人いた。面白いところから配信してる人いた？何の話？こんにちは、こんにちは。オンラインはどこでもできるからね。ね。あ、だから面白いところでなんか誰か入ってきたってことかな。面白いところではないんだけども、面白いことをして来てくれた人がいた。あのね、めっちゃおもろかったんだけどなんかねるねるねるね、み好きじゃん。でそのねるねるねるねを作りながら入ってきた人がいて、もうみめっちゃ爆笑しちゃって、それに対してちょっと言葉詰まっちゃった。ちょっと面白すぎたね、あれは。すごい愛おしかったんですけどまさかこれこのパターン来るとはって、あのねちょっとね予想もしてなかったからねみーちゃんは面白いことしたの？うん、なんだろう、みー面白いことした？その手があったかって思ったね、わかる。ねる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 でも笑った、みーも笑っちゃった。本当に入ってきた瞬間、この人すごいなって思って、逆に尊敬。オンラインねるねるやめて、オンラインでねるねるねるねしないとしなくていい。みー壺に入っちゃう、本当にさすがに。壺に入っちゃう本当に、あれはじゃあねるねるねるねっていう単語にハマってるだけじゃない？それね、その人もね、ねるねるねるねをね、あんしてくれたからね、みーは食べました。家にねるねるねるね、前まで3つぐらいあったんですけど、今1つになっちゃった。食べ過ぎ案件だよね、さすがに。なんかこの配信を
始める前にちょっと仮眠取ろうかなって悩んだの私。結構結構悩んだの。仮眠取ろうかなって一旦仮眠取らねって思ったんだけど、ちょっとやめた。なんでかってちょっと話したくなったのみんなと。だからいやこれは仮眠したら多分夜まで寝る気がするって思って、そう寝たら起きれないやつ、そうだからやめようって思ってちょっと目を覚ますために配信をちょっと始めたんですけども、うまく話せないね。前髪止めてね、もう寝る気満々だったの。前髪あったらみんな、なんか寝れないから、なんかここ気持ち悪くてなんか寝れねえよみたいになるから、ちょっと前髪止めたんだけど、もしかして今眠い？眠たいよ、本当に眠たいけど、こうやってもうなんか自らこうしてる、そうだよねみたいな。今日さ、一日中この髪ストレートで学校に行ったんだけどね、ストレートなのずっとこのまま、嬉しくて。これが本当に、それにさちょっと聞いてほしい、みんな黒染めしたのにまた茶色になってんの、なんで？黒染めしたよ私。毎晩前髪なしで寝てるのかな。うん、そうだよ。誰かが寝てる時に染めたんじゃないの？そんなわけないじゃん。でも本当にね、茶色になってきたの。元が茶色いんじゃないんだけど、なんか痛みすぎて茶色、汚い茶色になっちゃったよみたいな。は落ちやすいって聞く。本当に黒落ちやすいんだ案外。1週間で落ちるよね。そうなの？そうなんだ。てかさ、最近さなんかみお姉ちゃんいるって言ったじゃん。ほんでさ、お姉ちゃんからさ、あの香水もらってさ、冷蔵庫みたいな声出さないで、冷蔵庫死ぬんだけど、冷蔵庫やめて、ツッコミどころやばい、ツッコむ言葉のセンスやばい。香水をお姉ちゃんからもらったんだけど、それが家に良すぎて最近愛用してるの。これなんだけど、ルチアンドガバーナ、違うよこれちょっとね、商品名は分かんないんだけど、ちょっと書いてなくてね。こちらです、これ、ね、なんか甘くもないしって感じ。甘すぎずさっぱりしすぎず的な、いい匂いですよ。お揃いにしよう、みんなミーの匂いつけてみんなミーの匂いつけて。香水持ってるのそれだけ？うん、他にも持ってる。あれどこだ、ちょっとさ机汚すぎて話になんないんだよね。学校にも香水つけてくの？うん、つけてかないです。メール取ってるタクピョンです。タクピョンさんだ、ありがとう。そうだよね、ちょっとね、あの女性向けだね。でも男性がつけててもみーはねちょっと二度見しちゃうかも。なんなら声かけちゃうそんなわけないじゃん、やめて。もう一個はこれ、これはねめちゃくちゃ甘い匂い。これはねディオールのやつなんだけど、ちょっとね結構甘め。これね
お上品な女性がつけて、うん、結構甘めです。これこれはね、女性向けかもです。でもう一個がね、ね、なんですけども、フィアンセっていう香水ではないのかな、こちらです。これはマジでお花の香り、なんかシャンプーの匂いとお花の香りが混ざった匂い。これ結構あのコスパいいのでおすすめです。で最後になんだけど、ありました、ちょっとごめんね。で最後に香水ではないんですけど、こちらですね、こちらジバンシーの香水じゃない、なんかヘアミストみたいな感じなんですけど、これがね一番みー好きな匂いかも。これがマジで一番大好き、本当に大好き。みーの今お気に入りの香水はこの子たちね、この子たちが好き。でもごめん、どっちも女性向けかも、ごめん、女性向けでした。ちょっと匂いをちょっと見てみましょう。ちょっと女性向けでしたね、すみません。すみません、すみません。ヘアオイルとか紹介してみる、ヘアオイル。あ、違うわ、これもちょっと女性向けだな、なんか、うん、女性になるわ、死ぬ女性になるわ。ねえ、これだね、みーが一番使いたいの最近。これはね、これは全然男性向けです。男性でも女性でもどなたでも大丈夫です。あのこれはあのあれ、入浴剤みたいな、ミラバスソルト、うん、バスソルト、これはね、お友持ちからもらいました。ちょっとまだね使えてないんです。これもね冬の終わりかけとかにもらって使えてなくて、冬ちょっと最近寒くなってきたのでね、使いたい。タンプレかな、そう、正解正解、タンプレでもらいました、そうだよ、正解。とかこれも使いたいなって思ってたシーン、シーン。最近のこのねプレゼントすごい。それもね小学6年生からだよ、これ。すごくない？なんかみーなんか小6の頃なんか正直なんか四つ葉のクローバー探してたぐらい、うん、消毒なんだけど、その子たちもすごいおしゃれでね、すごいね、私の尊敬する、私、うち尊敬するわ。とかなんだろう、最近ミーが使ってるの何？コスメとか、コスメはね、なんだろう、下地これだね、私ディルスチャーとオタクで結構ティップとかこういうパウダーとか
このジルスチャートオタクで、あの学校のカバンにジルスチャートの鏡が入ってるんですけど、結構ジルスチャート大好き人間なんですよ。結構あのミカナさんがモデルしてるのもあるんですけど、すごく大好きなんです、ジルスチャート。化粧水、この前聞かれて、化粧水結構前の配信で聞かれたのかな、でその時紹介できてなかったから紹介する、今日ちょっとごめんなさい。本当に至ってシンプルなスキンケアなんですけども、夜の化粧水がこれ、これはそうシンプルにもうこれ一択、うん、夜はこれで、朝がこのちょっとでかいハトムギ化粧水です。で乳液は毎回これハトムギ、本当にシンプル、本当にシンプルです。でたまにこれ、この化粧水ですね。お揃い？やった。じゃあレイタ君と胃の中も、肌の調子も全部お揃いにできるね。嬉しい。ふむふむ、それを飲んでいるんだね。飲んでないよ。ハトムギがね、一番身の中で保湿されてると思ってる派で、朝スキンケアした後にこの下地塗って、このメイベリンのファンデーション塗って、でコンシーラーとかなんかちょっとクマとか適当に隠しちゃったりとかしちゃって、でなんかアイシャドウはなんか、まあ、何個か使っちゃうみたいな感じで、なんかこの4個のパレット使ってるんですけど、この4個のパレット使って、でなんか適当にまつげ上げて、でなんかこの下地、マスカラの下地みたいなの塗って、でなんかマスカラも塗っちゃって、アイライン引いちゃって、涙袋描いちゃって、チーク塗っちゃって、またチーク塗っちゃって、ハイライト塗っちゃって、あ、待って、パウダーとか塗っちゃったりとか、リップ塗っちゃったりとかしちゃいます。で終わりです。私のメイクちゃん、私のメイク方法終わり。そう、それで今の感じでちょっと、あの私は出したものを直さないっていうか、出したものを直さないっていう癖があるから、ちょっと片付かない。チーク重ね塗りっていうか、これはベースのうちに仕込んどくんですよ。このチークは結構白身のピンク、白身ピンクのチークで、こっちの違うちょっと濃いめのピンクで、こっちをベースに仕込んでからこれを上から塗るんです。わかる？色の違い。そう、これをベースの時に仕込んだら肌に透明感が出たりして、その上からちょっと濃いめの色のピンクを重ねたらいい感じになるよみたいな感じです。
本当はネイルもしたい。ネイルどうだろう。でもみー結構小さい頃、違う、小5小6くらいにネイルチップもめっちゃつけてた時期がありました。おしゃれに敏感でした。その時は敏感。こうして可愛いミリアちゃんができる、出来上がるわけね。うん、そうだよ。てかしれっと胃の中お揃いとか、あの肌の調子をお揃いにしようっていうのスルーしないで、しれっとやめて。そのスルー結構気まずかった。私ちょっと気まずかった、やめて。とかあとはやめて、ちょっとスルーするのは。みーちゃんちょっと気まずかったかも。こんばんは、こんばんは。もっと気まずかった。自分から胃の中を揃いにしたいとか言っといて、みーが言ったらスルーされるの。なぜなぜだから、本当にマジ見て見てって感じだから。あ、これ懐かしい。ん、あ、懐かしい匂い。あ、いいね。匂いってやっぱ記憶に残るんだね。いいね。あ、この感じいいよ、いいよ、めちゃくちゃいい。爪につけてたの、こんがりこん死んだ。奈良県のミレちゃん、三重県のサエちゃんと同じ年だったのかな。うん、サエポンとはねすごい気があって、本当にサエポンとは気があって面白くて いい子です。あの子はなんかミーと似てるとこがあるんだよね。ごめん、こんなこと言ったら本当になんか傷ついちゃうかもしれないんだけど、本当にいいところがたくさんあって、なんだかミーと似てるっていうか、雰囲気っていうか喋り方っていうか、結構ふわふわしてるじゃんサイポン。そういうところもね結構好きなんです。そう、謎な子が私好きで、ちょっと謎な子が結構大好き。変わってる子が好きで、いい意味でね。この間の配信するのか思ったもおもろくて、マジでおもろかった。あの配信はちょっと息止まるかと思った。サイポン机汚いのかな。え、絶対汚くない。あれはあの子絶対汚くないよ。ミーの机なんかもうやばいもん、普通に笑えない。これこそ笑えない。かわいいおでこですね、ありがとう。ミニアちゃんも結構謎ですけど、謎かな。どちらも変わってるね。やっぱり変わってる同士やっぱ気合うのかな、やっぱり。でもね、あの GSGK の時に、ちょっとごめんもうるさい、私今多分喋ってる。 GSGK の時にあの何お弁当タイムの時に何だったっけ検証何だった検証なな違う検待って、みんな何だった、教えてほしい。検証間違えた、違う検にさ、なんか何だったっけ、何だ検しん、これなんて読むの、検証、検証所在地検証所在地、検証違うね、検証所在地、ん、検証、検証所在地、うーん、なるほど、読めた読めた、検証所在地、 OK、 検証所在地の話をしてたんですよ。西馬さん、ともちゃん、ジオンさん、その3人でなんか検証所在地の話をしてて、
みーはその話は何も知らなくて、何の3人は何の話をしてるんだろうって思いながら黙々とご飯を食べてたわけなんです。うんうんってうなずきながら、理解もしてないけどうんうんってうなずきながら食べてたんです。でなんかみーがちょっとふっとした時に、あの横に隣にいたともちゃに、今の話何みたいな感じで聞いたの。じゃあみたいな何がおもろいのって思ったんだけど、みたいな。でそういうのをこうこうこうだよみたいな聞いて、あなるほどってなって、ミーはもうミーの世界なの、頭の中は。ミーの頭の中は結構ミーの世界で、3人はもう別の話題の話に行ってんの。でもミーはその間にそのことを考えてんの。でパッと思い出したのは、奈々は奈良しかってなって、もうみんな爆笑みたいな。なんかミーも何言ってんだろうって思って。そうだよ、一つ賢くなりました、イエーイ。嬉しい。学校の机に食べかけのパンとか入ってない、入ってない。時差の使い手だから、あれは時差とかじゃなくてもうやばい、なんかミーの世界に入ってた、あれは完全に。小学校でも習った記憶はないですね。掃除機かけてる、はい、なんかあの庭でかけてますね。なんで庭って思うんですけど、私もちょっと私の家族は結構謎な方が多くてですね、ちょっとお許しください。検証、県庁、実際県庁行くことなんてほとんどないしな。県庁って何？ごえもん久しぶり、ごえもん久しぶりだよ。ごえもん元気です。みーちゃんが一番謎やで、やめて、謎じゃないから。庭にハンモックありそう、ないんです。前まであったんですけど、ね、ちょっとしまいましたね。 GSGK の34 X に写真撮ってアップしてるファンの人がいたよ。本当に、後で見よう、また見とこ。外国人みたいだね、魅力だね、ミリア。ありがとう、外国人みたいってね、ミーもよく言われる。ハーフって聞かれる、めっちゃ。今日の公演で友達が戦争ね、うん、ノンバラエティ公演。そうだね。あとね、ユーリン笑顔ね、あの M のサイン公演。うわー、ユーリン笑顔大好き、大好き、ドア好き。ネイタ君あったんかよ。うん、あの前まであったよ。イロハンはもうゼッケンつけて外出てへん、やめて、その話。本当にもうミーはそれがもうツボだから、やめて、その話。ちょっと爆笑しちゃったあれね。ユーリン笑顔決まったね。うん、決まった。 M のサイン公演、ユーリン笑顔のことをユーリン笑顔って呼んじゃうようになっちゃったよ、本当に。やっぱもうユーリン笑顔だよね、あれは。ミノー行かなきゃ。ミノーミーはね、送ってもらったんですよ。いいでしょう。だからね、迷子にならなかった。今何時ですか？みーもね、 M のオープニング衣装着たいです。みのーは最初から読めたの？読めてない。だからコピーして、あのウェブとかで検索しました、読み方って調べて。ありがとう、レイタ君、時間みんなありがとう。6時14分ね、 OK、 わかった。そろそろね、ランキングを読んでいこうかと思っております。そろそろ。ももちゃんは出てきてないね。あのさ、普通にさ、終わるだけでつまんないからさ、なんかない？
面白く終わる方法。空腹で恋愛するな。ヒカキン。何が？何？何が？一位の人のアバターを書く。任せて。一人ずつあだ名つけてこ。あ、あだ名？ああ。あだ名いいね。テストの点数の順位の人の名前読んで嫌だ。突然の無茶ぶりごめんね。あ、じゃああだ名つけようかな。み机の上でメントスコーラやってもう怒られるわそれ。もう本当にブチ切れられるよママに。ママちゃんが怒っちゃう。ブチ切れちゃうから。じゃあちょっとね、ランキング13位から1位までの方、ちょっとあだ名をつけていこうと思います。ちょっと傷ついたらごめんなさい。ちゃんと気遣いします。ちょっと気遣います。ちゃんと。じゃあ13位から読んでいきます。13位、ワンタンメンさん。ワンタンメンさんありがとうございます。あだ名をつけますね。ワンタンメンさん、なんかわたあめみたいだけど、だからわたあめって呼ばせてください。はい。12位、ピロピロひろしたんさんありがとうございます。これはね、もうあだ名とかじゃなくてひろしたんって呼びますね。ありがとうございます。11位、八戸さん。八戸さん難しい。11位、八戸さんのあだ名でしょ、むずいな。ワンタンメンさんワタンメンって呼ぶね。どうしようかな。八戸さん、うーん、蜂みたいだから蜂って呼びます。ごめんなさいごめんなさい、あの悪い意味じゃないんです本当に。変える、変える。8でいきましょう。83ね。ハギちゃんだ。10位、レイタくん。レイタくんあだ名つける？いらない。レイくんって呼ぼうかな。そうだよ、本当に早くしないとダメだよ。本当に時間がどんどんこんなになっちゃう。早くやろう。もう誰本当にあだ名つけようって言ったの。はいはい。9位、ファイヤーサーフさん。ファイヤーサーフさん、サーフさんって呼びますね。ありがとうございます。8位、ターちゃんさん。みーはさん付けやめます。じゃあターちゃん、ターちゃんって呼びますね。はい。で7位、日賀田浩二さん。ありがとうございます。浩二さんって呼ばせていただきます。ありがとうございます。はい。6位、西さん。西さんは、西さんで。5位、あきちゃさん。みーはじゃあ、あきちゃんって呼びますね。ありがとうございます。4位、かたやんさん。ありがとうございます。かたくり粉って呼ばせていただきます。ありがとうございます。3位、いかりしんじさん。ありがとうございます。しんじさんって呼ばせていただきます。片栗粉ごめんなさい。片栗粉って呼ばせてください。2位、おしりふりふりおじちゃんさんありがとうございます。私もこの方はね、ちょっとあだ名つけたいなって思ってました。すごい。はい。私はおしり、あ、うん、おしりふりふりおじちゃん、うん、おじちゃん、おじちゃんって呼ぼうかな。じゃあダメか、うん、そうだな、うん、あだ名じゃないじゃん、もう省略になってるよね。そうだよね。また明日真剣に考えよう。おじちゃんって呼ぶわ。1位、てっちゃんさん。てっちゃんさん、てっちゃんさんはてっちゃんって呼ぶ。じゃあ、あのさん付けやめる。てっちゃんって呼びます。
待って、みーもみんなに言いたいことがある。聞いてくれ。みんな、ミリアちゃんとかミリアって呼ぶのもいいんだけど、一番はみーちゃんって呼んでほしいんだ。よろしく。みーちゃんって呼んでほしいんだ。ミリアちゃんじゃなくて、みーちゃん、みーちゃん、みーちゃんがいいんだ。ありがとう、みーくんじゃないね、みーちゃん、ありがとうございます。そろそろ公演が始まるということなんですけども、ま、一番は呼びやすい呼び方でお願いします。呼びたい呼び方でお願いします。みーさんでも全然大丈夫です。ミリアでも大丈夫です。ミリアちゃんでも大丈夫。みーちゃんってね、呼んでくれた方が ね甘えたくなっちゃう。めっちゃみーさまやばいね、誰って感じだよね普通に。6時21分ありがとう。そろそろじゃあやめたいと思います。じゃあミリアで、わかりました。今日は配信来てくれてありがとうございました。テストお疲れ様でした。レイくんありがとう。いや、やっぱレイタくんでいい、ごめんね変更。スクショタイム、ハート、こっち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 、こう、こう。ありがとうございました。通天閣ポーズ、はい、ありがとうございました。ママにテスト見せるんだよ、わかりました、ありがとうございました。おやすみ、みーはまだ寝ないよ、おやすみなさい、おやすみーちゃん、バイバイ、またね、またね、バイバイ。ところでなんちゃらシンジっていうキャラクター知ってる？知らないな、知らないな。バイバイ、バイバイ。ミーはもうちょっとで、やっぱなんもない。私も晩ご飯食べる、みんな一緒に食べようね。バイバイ、バイバイ。で、電波が、バイバイ。お見送ります。ありがとうございました、バイバイ。ニキビ、バイバイ、バイバイ長くないみたいな。じゃあね、もう死んでもいい、死なないで、一緒に甘いもの食べよう。はい、終わりなよ、それな。じゃあ終わりたくないけど終わっちゃう、バイバイ。あー、うん、またね、うん、うんうん、まあまあ、またね、うん、バイバイ、うん、うん、ありがとう、うん、ありがとう、青春テテラポット、ありがとう、ありがとうね、バイバイ、大好きだよ、うん、うん、ありがとう、ありがとう。ほな、またバイバイ。いつ終わんねんってやめて、終わる、バイバーイ。